誰か勘抜きを外せ。俺だ、この家の主だ。大急ぎで門を開くのだ。この国にはかつてなかった。いいや、女ではない、別の獅子、おぞましい地に植えた怪物だ。もはやこの俺には新妻との楽しい節ども抱きしめる愛し子たちのぬくもりもない。おのが辛すぎる定めをただ一人悲しむほかはないのだ。いやる私の家妻の座をないがしろにして、さんざ世間の物笑いにしておきながら、ご自分を一人が面白おかしくお暮らしになろうとは本当うますぎる話であった。あなたがご終身のお美しい姫君も、またそのてて親のご領主殿も、私から夫を奪ったその上に無事息災でいられるものか。あなたのお心は立ち直りもかなわぬほどに粉々に砕いて差し上げたのだから。子供を亡くして苦しいのはお前の子供らじゃ。喜んで苦しもうともあなたにさえ笑われなければ、ね、ああ子供たち、なんとひどい母親を持ったのだ。父親の裏切りがお前たちを殺したのだぞ。子供たちの泣き殻を俺にくれ、葬らせてくれ。何でもないこと、あなたになんぞ渡して葬っていただいても、敵どもの物笑いになるのがオチ。山高い母神の社のうち、私自らが葬ってあげようほどに。してまた小殺しの地と滴ったこの土地には、厳かな祭りの儀を末永く伝えることにしよう。愛しい愛しい俺の子供たち。あなたのではない、私の子供たち。お前の子なら何故殺した。心底あなたを苦しめるため。せめてせめてその愛らしい口に口づけがしたい。今頃になって愛らしいなどとはよく言えたもの、捨てておいた子供たちに向かって。頼む、一時でいい。その柔らかい子供の肌を撫でさせてくれ。くどい、どう頼みあろうと無駄な骨折り、何もかもがもう遅すぎる。